はい、というわけで、今日は、僕、念願の対談というんですかね、実現するという形での今日は動画になります。11月1日にデビュー35周年を迎え、ベスト版リワインドをリリースしていただいたんですが、そのアルバムをリリースした11月1日の翌日、11月2日にですね、実はツイッターのスペースで、僕のツイッターのタイムラインの中に、なんか松岡秀明35周年おめでとう的ななんか 言葉が流れてきて、よく見たらそれが、なんとクランプ先生の、スペースで松岡秀明のデビュー35周年をお祝いするというスペースを開いていただいてて、ええってびっくりして、で、実は僕、その時たまたまお風呂中でして、参加したいにもこれお風呂から参加していいのかなみたいな状況で、結局のところ参加させていただいちゃったんですが、そんなことがあり、その後、実はその日だったのかな、大川先生がさらに、お一人でスペースを開いてたのを後から知って、で、そっちも聞きたかったですみたいなことで、またいつかぜひ個人面談してくださいみたいなことをリプライさせていただいたんですが、今日はその個人面談希望のリプライを、受けていただいての、この、なんていうんですかね、個人面談動画というんですか、を実現していただいたという形で、改めてご紹介させてください。クランプの大川先生です。こんにち35は。周年おめでとうございありがとうごまざす。います。もうあっという間に35周年ですはい。いや、うちもデビューして30周年期間で2、3年経ったんで、松岡さんの方がデビュー、おいくつの時デビューですか？18ですね。あ、実は松岡さんと私、ほぼ同い年なんですよね。誕生日もでしょ？いや、誕生日は、松岡さん、クリスマスイブイブですけれど、私5月なので、若干私の方がお姉さんなそうんでなす。んですか。そっか、18歳の時のデビューか。そうなんですよ。35周年。いかがですか？ 35 周年。そうですね。なんかやっぱりこう、僕らの年代で言うと、なんていうんですか、デビュー35周年みたいな響きって、子供の自分には演歌の世界でしか聞かなかったああ、というか、それ確かくに。らいね、なんか重みがあるというか、苦節35年みたいな感じでしか聞いてこなかったフレーズの気がするので、それを自分がと思ったり、ある意味やっぱり周りのミュージシャンやらアーティストの方も含めて、そういう言葉を聞くようになってきたので、ああ、日本のなんかミュージックシーンもこんな風に変化してきてるんだなみたいなことを改めて思いますね。ああ、確かにそうですね。私たちがまだ、ちょっと懐かしい話になってしまいますが、小学生、中学生の時の歌番組とかって、お若い方は皆さん、アイドルとかで、ニューミュージックの方がいらっしゃって、で、それこそ本当にエピソニーさんとかシルエソニーさんのアーティストが出てきてっていうのが、本当に高校生の時に憧れてた人たちが出始めぐらいですもんね。そうですよね。だからなんかそういう自分たちと年代が近いとか若々しく感じる人たちからはそういう言葉を聞いたことがやっぱりなかったイメージっていうんですか。だからやっぱりこう本当に長い時間かけて、いまだに活動されてて活躍されててみたいな方に対してしか聞かないような年数だったので、確かに。そういう意味でもこれが本当に長いと感じていいものなのか、自分自身の体感値はあっという間だった気もする部分があるので、そういうことを含めてなんか時間感覚が不思議に感じますね、少し。ちなみに1993年の5月1日に日本青年館でイベントを私たちが、ね、これ、
このタイトルつけたの当時の私なんですが、本当に若いって恥ずかしいなと思うんですけど、はい、あのグランプ公開記念、公開記者会見、かっこ大笑いみたいな、ゲストをお呼びするのに、はい、なんてふさわしくないタイトルなんだろうと思うんですが、いやすごく楽しかったの覚えてますよ。はい、あの時に、はい、あのプロモーターさんというか、そのイベントをこう手伝っていただいた会社に、はい、あのできれば松岡さんにあの歌っていただくのはすごく難しいと思うので、できたらこうゲストでってお話ししたら、あのその後あの歌も大丈夫ですよとお返事をいただいて、めっちゃびっくりしたの、はい、今でも覚えてます。そうだったんですね、うん、でもあの僕の実は一番最初、本当の本当のデビューみたいなのはゼロライブっていうのをやって、うん、その時はちょっと地元の横浜でやったんですけど、うん、その後のライブ、あのその時一番初めはなんていうかちょっとお披露目的なライブだったんですけど、うんうん、その後の正式なライブ的な形でやったのが一番最初日本青年館だったので、あ、へえ、はい、ちょっとねこうそういう意味では縁がある場所でやっていただいて、はい、ではそろそろ問診票を、はい、はい、よろしくお願いします。でもよろしいでしょうか。ほとんどすいません、岡先生にあの全部切りをお願いします。とんでもない、はい、変な質問とかもしあった場合はパスで大丈夫です。いえ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では、はい、すごく最初変な質問になってしまいますが、はい、お名前を再度教えてください。はい、松岡秀明、またの名をピーターパンと申します。なるほど。たまにあの、うん、嬉しいファンレターをもらった頃に、はい、ファンレターたまに返事をデビュー当時は書いたりしてたんですけど、すごい素敵な手紙をもらった時にはピーターパンって書いて返事を書いてたんですよ。ああ、そういうことなんですね。はい、そのだからピーターパンサインが入った返事を持ってる人はもう本当に特別な。あ、なるほど。今これを聞いて持ってらっしゃる方、はい、いらっしゃるかもしれないですよね。はいはい、貴重なお返事を。ではスタッフの方々に何て呼ばれることが多いですか？うん、スタッフからは最近はねもう皆さん松岡さんとしか呼んでくれなくなっちゃいましたね。昔は昔はみんな松坊って言ってたんですけどね、うんうんうん、だから当時のスタッフに会うと松坊って呼ぶ人は未だにいますね。ということはこうデビュー当時のまだまだっていうかこう、はい、まだまだデビューしてる時は松坊っていう。そうですね。なるほど。なんか松坊って呼んでほしいですね。ちなみにファンの皆様には何て呼ばれることが多いですか？ファンの皆さんはやっぱりまだ松坊って呼ぶ人も多いですかね。うん、うん、あとはさん付けの方ももちろん多いので、松岡くんも多いのか。松岡くん、うん、あと秀明さん。なんで名前になったら秀明さんになるんだろう。あの多分ファンの方、うちのファンっていうこともそうなのかもしれないですけど、あの僕がやっぱりその物事個性的なこと好きな方だから、多分ファンの方にも伝染していて、あの自分だけ特別なっていうこと多分好きなんだと思うんですよ。だから他の人が呼んでる呼び方じゃない呼び方で呼ぶのとか好きなんじゃないですか。なるほど。はい、だからいろんな呼ばれ方本当しますね。マッツンって呼ぶ人もいるし。ああ、なんかでもツイッターで、はい、ファンの方があのマッツンって書いてらっしゃる方いらっしゃったのを拝見したことがあります。うん、はいはい、ね、なんかそういうの、あのみんなそれぞれのこだわりで呼ぶんだろうなと思って嬉しく思いますけど。かわいいですね。じゃあ次に、はい、あの作曲の時にお使いになる楽器は何でしょう？うん、もしくはこう口、うん、なんですか、ハミングって方もいらっしゃるみたいですけど、僕はほとんど家にあるキーボードを使って作ってますね。うんうん、あの逆にギターとかもほんのちょっとはかじって弾けたりしなくはないんですけど、でもやっぱりなんか曲を作るほどの、あのなんていうんですかね、あの、うん、プラスになるところまでの力を持ってない感じっていうか、うん、逆にこう弾ける
コードとかが限られちゃうので、そうするとやれることもこう限られてきちゃうので、そういう意味であんまりギターとか使わないかな。なるほど。ちなみに曲が先ですか、詞が先ですか、それとも同時ですか。全体としてはね、割と同時な感じなんですよ。というのはちょっと関連的な話になるんですけど、もう頭の中に曲があるんですよね。それを自分で翻訳してってる作業がその後にある感じがしてるので、その意味では曲線でも視線でもアレンジが先でもなくて、もうあるものをどうやって落とし込んでちゃんと現実の形あるものにしていこうっていう、これはイメージなんですけどね、イメージなんだけど、そういう思いは強くて、実際それに近い作業をしているような気がするんですけど、ただ現実的なところで切り取って見てみると、割と曲線が多いと思います。はい、なるほど。では次の質問なんですが、ステージで歌詞を間違えたらどうしますか。あ、もうすぐにお客さんにマイクをなるほど、はい、はい、お客さんみんなよく覚えてくれてるのでお客様が歌ってくださるという、はい、神様のおぼし召しだと思ってますなるほど。じゃあ、はい、ちょっと質問 の内容が変わるんですが、小さい頃は何になりたかったですか。小さい頃なりたかったのは何かな、ウルトラセブンにもなりたかったし、海賊にもなりたかったですね。海賊、うん、当時ワンピースもなかったと思うんですが。あ、そうですね、僕らの時代はシンドバッドっていうのがあったりしたんですけど。あ、はいはいはい、うん、なんかうん、あるいはビッケとかも好きだったのかな小さな海賊ビッケっていう、うん、はい、そういうアニメとかも好きだったのもありますけど、なんかこう、うん、何よりね、海賊船に憧れてましたね。ドクロの旗みたいな。まあハーロックも大好きだったんですけど。あ、なるほどなるほど、はいはい、じゃあ次はちょっと東京バビロンの話を、はい、はい、ぜひと思うんですが、はい、デジャブという曲を作っていただいて、うん、はい、その時のことなんですけれども、まずそのタイトル含め、これおそらく脚本を読んでくださって書いてくださったと思うんですが、うんうん、何かこう覚えてらっしゃるエピソードとかありますか、こう書く時のこと。僕ね、それ読んだのが先だったか曲を先に作っちゃったかがちょっとうる覚えなんですよ、うん、でそれくらい僕のイメージとしては、クランプの皆さんからたくさんこうサプライズのプレゼントをいただいてた気分だったんですね。こうイメージソングで使っていただいたり、うん、ビジョンの PV みたいなのを作っていただいてたりが、でそれがいつもこう突然自分のところにこんなのを作っていただいてるんだってよっていう感じで、知って見てっていう感じだったので、それがすごくサプライズプレゼントをもらって嬉しい気持ちが強かったので、何より僕の記憶に残ってる重要なことは、もうサプライズ返しをしたいっていう気持ちがすごい強かったんですよ、うん、で何というかデジャブっていう曲を僕としてはサプライズで作って、勝手に作っちゃったんですけどってお渡ししたイメージがすごく強くて、でそのことが何より自分の中で大きな気持ちだったから、実際のところそれを、そういうお話をもうすでにスタッフからいただいてて、で次にそういう作品があるから、こういう中身だからっていうことを聞いて作ってたのかどうなのかをね、本当に覚えてないんですよね。あ、でも、うん、ストーリーまあ、もちろん東京バビロンというストーリーというか、まあ、雰囲気含めてにも、もちろんとても合った曲だと思うんですけれど、はい、話というか、東京バビロンってオブエどちらも私の脚本じゃないんですね。別のライターさんがオリジナルで考えてくださったの で、うん、で特にそのデジャブという曲が使わせていただいたお話がそういうこう歌詞の内容に非常に合っていたので、逆に私たちは脚本を読まれて歌詞を書かれたんだと思ってました。
ちょっと事実関係がはっきりしないかそうら、ですね。勝手なこと言えないんですけど、うん、ただ、僕としては、もう本当にそれを読まずして、うん、自分でとにかく東京バビロンのイメージで、あの曲を作っちゃったっていう方の方が大きい。ああ、なるほど。でも確かに、OVA のストーリーもそうですし、はい、東京バビロンという、はい内容に自体もそうですよね、まあうんうん、とてもぴったりなだとは思うんですけれども、うん、私もなんかその辺こう曲をいついただいたかがさすがにちょっと記憶になくて、うんうん、どっちだったのかなという感じですよね、うん、なんか本当にでもあの当時はもっとその気持ちのところで会話させてもらってたことが強かったようなところがあって、うんちょうど先ほどのお話のような記者会見のイベントだったり、大きなクラブかなんかでのイベントもやりました。うん、ありましたね、はい。そのイベントに参加させていただいたりみたいなことの前後できっとなんかこう、クランプ先生たちとやり取りさせていただいている中で感じてたことを多分、あのデジャブに託したような気がするんですよね。なるほど。うん、ありがとうございます。はい、確かにその辺のやり取りってその古いというか過去だということだけじゃなくてちょっとなんかこうとても本当に当時のソニーの、アニメのスタッフもすごく頑張ってくださっていろいろレスポンスも、はいはい、早い上にこちらの希望もたくさん叶えてくださったんでそれちょっとわからないですね確かに松岡さんデジャブがどのタイミングで私たちに聞かせていただいたのかって、うん、OVA のいつだったかもちょっと定かではないといえばそうですね、うん、まあでも本当にあの良い曲を作っていただけてとてもありがたかったです。いやいやこちらこそすごく楽しい仕事でしたしまあよくよくこうやって今質問されて考えてみると全くお話がない中で突然曲だけ渡すっていうこともないんだと思うので、うん、そういう意味では企画のお話はいただいててその中で曲自体も作ったんだとは思うんですけど、うん、ただなんか僕の中でやっぱりデジャブまさに既視感っていう言葉ですけどなんかその曲の中でなんていうのかな要はまだ見ぬもののはずなのになぜか知ってる気がするっていうような感じの言葉だったり幻じゃなくて君を抱きしめたいんだっていう言葉だったりああいうのっていうのがなんかこう自分の中で感じたバビロンとのこうなんか不思議なつながりというか縁みたいなものに対してなんかデジャブっていう言葉がスパンと出てきたような気がするんですよね。なんかこの前スペースでお話したときに少しびっくりしたんですけど、はい、当時、はい、まさにビデオというかアニメーションができる前にいくつかソニーさんの曲をお借りして、はい、イメージアルバムというものを作ったんですけど、はい、まあ、アーティストさんによるとは思うんですが、うん、その許可いただいたときに松岡さんご存知なかったということだったので、うん、ちょっとびっくりしました。まあ、きっとねスタッフの中でどうしようか考えてらっしゃったんだと思うんですけど、はい、意外とこういうのって他のイメージアルバムみたいなものでもなんか使っていただいてたことがあるみたいなんですけどアーティスト本人には届いてない時があるんですよお話が多いというか、はい、そうで逆に何かのきっかけで後から知るというかねファンの方が教えてくださったりとか、はい、そういうことっていうのは意外とあったりするんですけどでもなんか不思議とこのバビロンなんかは特になんですけど不思議となんかそのことがいい方に作用してくれた気もちょっとしてるというか、うん、なんか初めから知ってて関わってるっていうものと違う先入観を持たずにこう関われた気がしたりとか何か多分僕自身の中にもきっとそのクランプ先生たちが本当に選んでくださって入れてくれてるっていうなんか気持ちが伝わってくるっていうんですかねみたいなのがすごく嬉しかったのを覚えてますね、うん、じゃあ問診票の最後の質問なんですが、はい、はい。
今まで人生でまだやったことのないことでやってみたいことはありますか？おお、やってみたいこと。まだやったことが一度もないことで。やったことが一度もないことで、なんだろうな。なんだろうな。ちょっとだけ考えさせてもらっててもいいですか？はい。間になんか大川先生が喋っててください。私ですか？いやいやいや。松岡秀明の人生って、本当にね、人生見せてあげれるなら見せてあげたいくらい、もう本当にたくさんのことを経験させてもらえたっていうか、うん、山ほどいろんなことが起きたし、経験したんですよね。もうね、なんだろう、映画みたいな出来事もたくさん味わったし、うん、そういう意味では、果ては SF 映画かと思う体験までいろいろ人には話せないようなことがたくさんあるんですけど、墓場まで持っていこうと思っているような話ばっかりなんですけど、本当にたくさんの体験をしました、経験をしたというか。で、その意味では、よく聞かれる質問の一つで、生まれ変わったら、変われるとしたら何になりたいですかって聞かれると、また松岡秀明がいいなって言うんですけど、うん、でもそう思ってる自分が別にすごい好きなわけではなく、その意味で言った時に、うん、一度やってみたいことは人の人生歩んでみたいですね。なんかまさに SF とかで、はい、こうなんていうんですか、他人の人生になり変われるみたいな、マシンがあるとしたら、うん、どんな人物がいいですか？僕意外とその自分で与えられたもの好きなんですよ。何でもこう先に自分が選ぶっていうより与えられた中で自分が楽しむっていうのが好きなんですよね、うんうん、なのでポンと何でもいいから与えてもらって、それをどう自分が生きるかを楽しみたいかな。なるほど。その意味で、なんか別な人生を楽しんでみたいですかね。ありがとうございました。はい、以上、はい、問診票は終わりです。ありがとうございます。お付き合いいただいてありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。はい、あと、いただいた問診票の中で本当はちょっと答えてみたかったのが、あ、はい、松岡秀明を3つの単語で例えるとしたら、あ、ぜひじゃあそれを最後に、はい、お願いします。はいですね、ご自分のことを3つの言葉で教えてください。はい、 First Vision Second CuriosityTard、 いたずらっ子。あ、じゃあぜひ1個目、はい、2個目も日本語で。あ、1個目はビジョンは何ですかね。でもどっちかというと夢とか幻想でのビジョンというよりは、そのよく君のビジョンは何だいみたいに使う時のビジョン、うん、それから、まあ、英語と日本語一緒になっちゃいますけどビジョン、それからキュリオシティは好奇心ですね、うんうん、好奇心の塊で生きてる気がするので、まあ冒険心でもいいかなと思ったんですけど、うん、チャレンジすることとか冒険することも大好きだし、それの根本探求心みたいなものとつながるんですけど、好奇心が元にあってそうなのかなと思う意味で、うん、はい、で3つ目がいたずら。はいはい、それは昔からですか？そうですね、うん、多分僕が自分で自分のことをもピーターパンと呼んでたのは、なんか世の中が言うピーターパン症候群的な意味でのピーターパンっていうより、ピーターパンがいつまでも永遠の少年で年を取らないみたいなことが世の中的にはピーターパンのイメージなんでしょうけど、うん、僕の中でのピーターパンのイメージはまさにそのいたずらっ子なんですよね。
なるほど。ありがとうございました。では、はい、はい、私動画まとめなくちゃいけないんですけれど、はい、まずは個人面談ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そして実はちょっとですね、クランプ先生たちと、もう一つ、ここでちょっと突然の初めての発表になっちゃいますけれど、コラボすることが実現が決まりまして、はい、ありがとうございます。とんでもないです。、はい、ホワイトデーに記念ボックスを、はいはい、リリースされるということで、はい、実はですね、松岡さんをマスコットというか、はい、的にクランプが書き下ろしさせていただきました。めっちゃ可愛かったです。ご覧いただいたんですね。、はい、ありがとうございます、はいはい、やっぱりこの実在してる方の、はいをイラストにするのはやっぱり相当作画メンバーが難しかったみたいですよ。そうなんですか。はい、でもすごくチャーミングに描いていただいて嬉しかったですし。ああ、なら良かったです。あと、はい、よくツイッターとか以前のインタビューでも、うん、つけていらっしゃったり、はい、アップなさっていた月のブローチがあったので、月だけでも素敵だなと思ったんですけど、ま、もう一つ別のモチーフも入れて、ブローチに何ですか、こう青い宝石がはまったワンドを持ってるみたいな、はい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 、人物が座ってるみたいなやつだったので、はいはい、それをうわ、そこにして書いてみました。投げてくださってたんですね。はい、うわ、それはすごく嬉しいです。今回のビジョンズボーイズ2020の PV に登場する、はい。そうです、そうです。登場して、はい。余計こう意味がつながっていく感じで嬉しいですね。はい。もともとは、うん、あれは、ご自分でお買いになったんですか？これもちょっとはっきり覚えてない。多分ね、ファンの方からいただいたプレゼントだと思いますね。うん、うん、自分で買った可能性もなくはないんですけど、うん、多分しかも、はい、しかもずいぶん前にいただいたものだと思います。なんか素敵な、すごい気に入ってずっと撮ってたアクセサリーなんですよね。へー。なのでなんか今回の PV にもちょっと意味ありげに出せたらいいなと思って、うんうん、登場させてみたんですけど、うん、そうだったんですね。はい、ちなみにどんな形であれは使っていただける感じでしょうか？今もうまさにいろいろこう詰めてる作業なんであれなんですけど、ちょっとね、うん、アクリル製のなんていうんですか、皆さんが例えばそれが出来上がった時にボックスに入ってたら、それと一緒に、それこそどっか京都に行った時にもそれを連れてってあれと一緒に撮ってくれるみたいな、そういうなんかこう、うん、グッズみたいなものを作れたらいいなと思って今スタッフと、はい、そのホワイトデーのボックスってアルバムですか？それは告知してよろしい？少しずつ種明かしを今日ぐらいからしていこうと思ってるんですけど、はい、実は大元はクリスマスぐらいに出そうと思ってたんですよ。うん、それぐらいのところから話を始めてたんですけど、やっぱりちょっとベスト版のリリースと近くなりすぎちゃって、皆さんが話題楽しんでるうちからもう次へ次へって行きすぎるのもなんかあれだねって言って、で一旦バレンタインに伸ばしたんですけど、そのバレンタインからちょっといろいろと中身のことをこう考えてるのに時間かけてる間にホワイトデーにしましょうみたいな。で特にバレンタインだとね、女性からのプレゼントみたいな時期なので、ホワイトデーだったらバレンタインのお返しみたいな感じで僕からのプレゼントっぽくなるかなと思ってホワイトデーにしたんですが、中身としては実は一番メインになるのは、はい、ベスト版のリワインドっていうのを35周年で出したんですが、はい、それの実はベスト版2が、おお、なるほど。入ります。でまあ実はそのこともあってベスト版の選曲をしたところもちょっとあったりしたので、うん、このベスト版2を両方手にすることで保管されるっていうんですかね、うん、本当の意味での35周年のベスト版が出来上がるような感じっていうか、少しある意味こうなんていうんですかね、ベスト版2の方がそういう意味ではこうマニアックな感じっていうんですかね、
な感じには考えてるんですが、そのベスト版がメインになって、ちょっとした今予定としては CD サイズのフォトブックみたいなものを入れようかなと思ったりとか、いろいろ、はい、詰め合わせみたいにしてギフトみたいな感じにしようかなと思ってます。おお、それはきっと皆さん楽しみですね、はい、あ、その時に使っていただけるイラストだったんですね、はい、そうです、はい、もうすごく素敵なイラストなので、なんかこう一つのさっき言ったアクリルっていう形に収まらない形でも何か他にもこう使えないかなっていうことは今ちょっと相談中なんですが、いやいや、とんでもないとんでもない、はい、ありがとうございます。はい、楽しみにしてください、はい、じゃあ3月ホワイトデーですね。そうですね、ちょっとまあ今のところの予定なので万が一それが変わっちゃったらごめんなさいはありますけど、多分まあ、うん、そのホワイトデーは間に合うんじゃないかなと思いながら作っています、はい、楽しみにしております。はいはい、はい、でもぜひまたスペースの方も、あ、とんでもない、はい、先日はありがとうございました、はい、いえいえ、またぜひ、はい、すいません、お風呂入ってらっしゃるときに、ね、ちょくちょく聞きに行きたいと思ってるんですけど、なんかこう表示されちゃうから恥ずかしいなと思って松岡さん聞いてるよみたいな、そう、いやいやいや、本当にお風呂入ってらっしゃったのに申し訳ありませんでした。いやいや、楽しかったですね。なんか他の先生方とお話できたのも本当に楽しかったですし、はい、皆さんにもよろしくお伝えください。はい、もちろんです。はい。ね、はい、ぜひこれからもちょっといろいろと、関わっていけたら嬉しいですし、はい、一緒に楽しいことができたら嬉しいなと思いますね。はい。うん、これからもこちらこそです。お願いします。はい。これからも本当によろしくお願いします。はい。ありがとうございました。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。問診票も楽しかったです。ありがとうございました。はい。